どうもタブヤンです。伝令です。どうやらコウがこっちに進軍を始めたようですぜ。赤竜王続きやっていきたいと思います。さあコウと決戦だ。長領は来ないのか。翔か半海どうしよう。戦う以外身内はないでしょう。そうだろうな。問題は戦い方だな。詳しい兵力はわからないだって。情報戦で負けてるじゃないか。今度は話し合いでは済まぬでしょう。そうだろうな。なんか手を打たないとな。各地に劇を飛ばし応援を頼みましょう。あ、それがいいね。翔か、やるじゃないか。これに勝てばいよいよ中国統一ってわけですね。簡単にはいかないだろうかな。功を好かねえやつはたくさんいますよ。きっと劇に応じてきますって。グワどうしているのかな。不安を残しつつも劉邦軍は項羽を迎え撃つべく出発した。劉邦軍の進軍は暗いものになった。項羽を恐れてか劇に応じてきた将軍はいなかったのである。なぜだ。劉邦軍は5万ほどの兵力で項羽とぶつかった。全軍突っ込め。翔かどこで戦っているのかさえ分かりません。ダメです。数が違いすぎます。馬に乗っているのが幸運。やれるとこまでやるしかねえでしょう。このままじゃまずいですぜ。追ってきます。戦う。みんなこうして戦ってるじゃねえですか。半海、降雨だけを狙って。翔か大混乱だ。首飾りかすかな光を放っている。己チョコマカと逃げ回りおって。危ねえ。半壊ち邪魔が入った。今度こそ劉邦覚悟。うがどこからか放たれた矢が幸運の背中を貫いた。翔か無事だったか。それより将軍あれを見てください。長領じゃねえか。間一髪来てくれたんだ長領。遅くなって申し訳ありません。故郷より兵を引き連れただいま戻ってまいりました。劇に応じてきてくれたのですよ。さっきの矢も彼らが放ったものです。私だけではありません。各地の将軍たちも皆駆けつけております。こう具はどうした。具だ誰のことだ。どうしたんだ。お主つくづく悪運が強いようだな。長領の連れてきた兵によって幸運は追い散らされていきます。
傷は思いのほか深いようです。ここまで追い詰めながら結局はわしの負けだ。しかしわしも一度は天下を取った男、最後は潔くせねばな。孔は自らの手でその命を。半壊大丈夫か？どうやらダメみたいでさ。半壊、長領のおかげで一気に逆転だ。半壊、じゃあ孔も、ああそうですか。半壊、いいんですよ、兄さえ無事なら。なんてことだ、私がもっと早く駆けつけていれば。半壊、私に医学の心得さえあれば。兄、なんだ、空さんとお幸せに。半壊、半壊。なんてことだ。今こそ首飾りの力、どうにかならないのか。半壊に使ってくれ。劉邦が首飾りを手に取ると突然光を放ち、光の中から愚が現れました。孔武に連れ去られたんじゃなかったのか。 いえ、私は遥か彼方からあなた様を見守っておりました。遥か彼方、すべてをお話ししましょう。今ここにこうしているのは仮の姿なのです。私が始皇帝に連れ去られたのは不老不死の薬のことを知っていると思われたからです。しかし人は限りある命ならばこそ人を愛おしむ心が生まれるのです。私の本当の姿は天下を安らげる人物を探すために使わされた石竜なのです。じゃあ滝で見たあの人は限りある命なればこそ人を愛おしむ心が生まれるのです。あなたが孔武を倒し人民の支持のもとに天下を治める、これは運命だったのです。私はその手助けをしたにすぎません。お気づきでしょうが、その首飾りには秘められた力があります。永遠の命とはいきませんが、限られた命ならば吹き込むことができるでしょう。私はあなたと一緒にはなれません。しかしあなたの周りには頼もしい同志がたくさんいるのです。そのことを忘れないでください。劉邦の起こした漢の国はこうして太平の時代を迎えたのであった。半壊、よかったな。最後までご視聴ありがとうございました。孔武と劉邦、まあ小説とかね、漫画でもありますので、原作を見たことの読んだことのない方はぜひぜひ読んでみてください。まあ元宮博さんの漫画とね、また違う漫画もありますので、全部読み比べてみてはいかがでしょうか。
その年の夏、ぐと別れたカナンの地に赤いひなげしの花が咲いた。リュウはそれをグビジンソウと名付け、生涯愛したのである。